どうも、ビーズのトークジムにようこそ。ビーズ専門解説のあつしです。今日は最後までご視聴よろしくお願いいたします。はい、今日はですね、2月の2日、今昼の12時ぐらいなんですけども、昨日ね、横浜アリーナ行ってきまして、稲葉浩志ソロライブ円 3.5 行ってまいりました。で、今日のこの動画はですね、この円 3.5 のレポートがメインです。この動画がね、もう公開される頃にはですね、本日のライブビューイングが終わったあたりか、そのあたりでですね、公開されてることをね、念頭に今撮ってるんですけども、少しでもね、その雰囲気がね、この動画を通して伝わればと思います。ちなみに昨日横浜でね、カメラ回しまくったんですけども、その Vlog チックなものに関してはこの動画の次にお出ししたいなと思います。それじゃあ行ってみましょう。まずね、円形のステージでしたね。そのアリーナの出入り口からその円形ステージに向かって花道が1本あるっていう、そんな形でしたね。横浜アリーナってブロックがあるんですけども、僕が行った C ブロックはですね、メインの立ち位置は稲葉さんの斜め後ろの方から僕はずっと稲葉さんを見てるような感じだったんですね。ちょうどね、真正面にベースの徳永さんがいらっしゃいましたね。 D ブロックの人がね、ずっと稲葉さんの後ろを見るような感じだったんですけども、曲によってはね、稲葉さんがこういろんなところに歩いてきてくれたりとか、ドラムのジェンさんのドラムだけがなぜか回るんですけども、ジェンさんが回ったところに稲葉さんが立つっていう仕様でしたね。今回はね、50分ぐらいに会場入りして、7時になって定刻になったらですね、これ多分マグマのチョップスティックっていうね、インストがあるんですけども、それが流れまして、ステージ上のモニターにですね、いろんな映像が差し込まれてて、スピードメーターがね 3.5 になったりとか、そんな感じの映像からスタートして、でまずは、その花道からですね、サポートメンバーが入場してきます。でサポートメンバーが席に着いて、そしたらやっと稲葉さん登場です。で稲葉さんが登場した時って、当然盛り上がるんだけど、パッと見ね、プロレスの入場シーンみたいな感じでしたね。はい。で、そのままステージの方に入っていって、3分ぐらいのね、なんかブルースセッションっぽいことをやって、1曲目、愛なき道からスタートでしたね。愛なき道って今まで大体ライブのオーラスか最後あたりでやることが多かったんですけども、今回1曲目に持ってきましたね。これは僕の席位置の問題なのかな？これ行かれた方々、ちょっとこう、そうだなと思ったらぜひコメント欲しいんだけど、音がちっちゃかったんですよね。その、ボリュームっていうんですか、ライブの時のこうガツンとした音響がね、いまいち僕の席にあんまり来なかったのか、で、スピーカーが前になかったからかな、わかんないけど、ただ、ライブは最高のね、シーンで幕を開けるんですけども、はい、で、2曲目、ザ・モーニング・コールね、これももう ANEX のまんまなんですけども、なんかね、CD で聞くとちょっとゆったり系の曲に聞こえるんですけども、ライブだとね、ちょっとテンポを速くしてたんですかね、すごくね、なんかこう、ライブ向きな感じになってましたね。で、この曲でも稲葉さんはね、ステージの円になってる部分をね、くる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 、歩きながら歌ってましたね。はい、で、3曲目、ステイ・フリーですね。ステイ・フリーはですね、もう本当にライブ向きって感じですね。ギターソロの感想前のところで、稲葉さんが、自由って、なんだろう、デュランさんがギターソロをウィーンって弾くっていうね、それがすごくかっこよかったですね。で、その後 MC 入りまして、なんで素敵な景色なんでしょうかと、今日は精一杯頑張ります、よろしくお願いしますみたいな MC からですね、ゴールデンロードが、始まりました。で、ゴールデンロードはですね、エンボールの時のイチョウ並木の通りをね、こうスクリーンに映し出してたんですけども、それと同じ、ほぼ同じ映像を今回のそのモニター上に映し出してましたね。とても綺麗でした。I am your baby。 稲葉さんがね、アコースティックギターとハーモニカを持ってステージ上に現れまして、で I am your baby でしたね。この曲も CD で聴くよりもちょっとテンポ早くしてたのかな、これライブマジックなのか本当にそうされてるのか分かんないけど、ちょっと早めな感じがしましたね。会場はすごく盛り上がってました。はい、6曲目サルベーション。僕はこの曲がね、稲ソロの中でも本当大好きで、たまに聴いてるんですけどね、なんかね、会場中がすごくあったかい空気になったのがすごく印象的でした。やっぱりね、この曲の歌詞の救いの手はどっからやってくるのでしょうっていう歌詞がね、本当にね、心を打つというか胸を打ちますね。で、次また MC が入りまして、そのリハーサルしてる時はちょっとこの円形ステージは大丈夫かな、やりにくくないかなみたいなことを思われたそうなんですけども、いざ始まってみればね、すごくね、楽しいですっていうことをおっしゃられてましたね。ステージは回らないんですけども、今回ドラム台が回るショーになってて、ジェンさんが乗ってるね、ドラム台が回るんですけども、どうやらそれが電気ではなく人力で回してるそうです。ジェンさんが C ブロック側に回っていただいてですね、稲葉さんがそこの前に立っていくんですけども、ここでね、すごいことが起こりまして、稲葉さんがですね、わー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 って、歌い出しまして、そしたらそれをお客さんにこう煽ってくるんですよ、歌えみたいな感じで。そしたら周りのお客さんも、いいのみたいな感じの空気になってちょっとざわついたんですけども、そしたら本当小声でみんなわー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 って言って、もう稲葉さんがもっともっとみたいな感じになって、最終的にそれがですね、すごい歓声になりまして、この曲を境にですね、コロナ禍前のコンサートの形を取り戻しました。
で、そこで始まったのが燃焼です。で、この燃焼の時にステージ上に白い光がこう上から下に出てるんですけども、それがね、すごくね、こうプロモーションビデオのローヤーのイメージなのか、すごく綺麗でした。ボルテージの上がったところで8曲目正面衝突ですね。もう稲葉さんもぴょんぴょん飛び跳ねながらね、歌ってましたね。もう本当にコロナ禍前でもよくあった、あの稲葉さんっていう声はね、会場中から出てました。多分これ男性だと思うんだけど、のぶとい声で稲葉さんって会場中に響き渡るような声で叫ばれた方がいらっしゃってですね、そしたら稲葉さんがあっつってこう、なんかこう胸を打たれたみたいなね、表情になってるのはすごく可愛かったっす。9曲目ブリード、あの NEX でやってないんですよね。すごくね、切ないハードロックなんですけども、やっぱライブで聞くといいっすね。かっこよかったっす、めちゃめちゃ、うん。で、次またあの MC 入るんですけども、そのまあしょうがないっちゃしょうがないんだけど、まあ昔はそうだったんだけど、昔からそうなんですけどね、当然その曲が鳴ってる時はね、あのもう声を出していいって言われたら騒いでもいいと思うんですけど、こう稲葉さんが喋ってる時にね、結構こう規制を発する人も今回結構目立ってですね、結構稲葉さんが何言ってるか分かんないシーンが結構あったんですよね。なんでこれはまあ僕が言うのもあれなんですけど、ちょっとこう稲葉さんが喋ってる時はこうみんなこう静かにしてくんないかなってちょっと思っただけです、はい。で、次の MC で稲葉さんが、今外で雨降ってるらしいですね、この日は実はピーカンだったんですけども、お客さんもえみたいな雰囲気になったんですけども、稲葉さんが降ってると思いますね、サムさんつってサムさんに振って、そしたらサムさんがこう切ないピアノのイントロを弾きまして、そのまま静かな雨に入っていくっていうね、すごい良かったです雰囲気が。静かな雨から次波に入っていくんですけども、まあ波がね、本当に今回はまた切ない感じにアレンジされてたんですけども、今回は稲葉さんがもっと奥へって言った瞬間に、その波のアレンジが急にこうファンキーな感じになって、どんどんテンポが上がっていくんですね。まあこれがめちゃめちゃかっこよかったっす。あの陽気な波って感じでしたね、最後ね。はい、で12曲目、これが今回の僕の一つの肝だったんですけども、リトルフラワーね、あの NEX でもやってないんですよね。でイントロが聞こえた時に、えリトルフラワーやんの、えこれライブでやったことないんだけどと思って、そのまま本当にリトルフラワーが始まるっていうね。でほぼ CD 通りのアレンジでしたね。これはもうライブで聴けるとは夢にも思ってなかったです。すごく良かったです。で多分ね、今回僕いろんな方とおしゃべりさせてもらったんだけど、この曲を新曲だと思った方も結構多いんじゃないかなっていうぐらいね、まあ、ほんと隠れた名曲なんですけども、すごい良かったです。で13曲目、新曲、まあこれね Now っていう曲らしいんですね、どうやらね、聞いた話によると。ちょっと歌詞なんかはですね聞き取れなかったんですけども、こう曲の感じっていうのが B'z の Highway X の中に入ってる Highway X に結構似てる雰囲気ありましたね。まあ、すごくかっこよかったです。ハードな曲でした。で、この後また MC が入りまして、まあ、サポートメンバー紹介に入っていくんですけども、最後、ジェンさんになって、で、稲葉さんがジェンさんに、準備はどうですかって聞いたら、ジェンさんが、OK ですって言って、OK が始まるっていうね。バチクソ盛り上がりまして、すごくライブに一体感が出るから僕大好きなんですよね。で、そのままイエローに入っていきまして、もうイエローもボーン、めちゃくちゃ盛り上がりましたね。この曲のギターって確かデュランさんが弾いてるんですよね。配信版もね。絶好調に盛り上がったところでですね、派手っていうね。最初のもうイントロの段階でも会場中が大盛り上がりでした。もうあの稲葉さんもこの時ね、もう張り裂けるぐらい声をね、出してましたね。っていうかもうこの日稲葉さんマジで絶好調でした。ちなみにあの僕もあのカラオケで羽を歌ったことあるんですけども、とてもじゃないけどあの曲は歌えません。無理です。で、ガッと盛り上がって、その後 MC が入りまして、遠くまで。で、これ確かピアノから入っていったのかな。すごくね、しっとりしててよかったです。まあさすがに羽を歌った後なったんで、最初の歩こうのところはちょっと稲葉さんが一瞬声がかすれたんですけども、そこからはまあ別に何事もなかったかのように普通に歌い上げてました。あ、本編これで終わりなのかなと思ったら、またこうデュランさんのギターのリフでですね、でってってでってってって始まって、弾む世界が始まるっていうね。で、弾む世界のこれ、一番のサビの時にですね、会場のスタンドの後ろの方からですね、いろんな色のでっかいバルーンが降ってきてですね、会場中をすごくそれで彩ってました。僕の3メーター横ぐらいにね、バルーン飛んできたんですけども、ちょっと届かなかったっす。この曲の最後って、一緒にいてよって歌うんですけども、これをなぜかね、ジェンさんと目を合わせながら歌ってる稲葉さんがすごく可愛かったっす。はい。で、ここで一旦あの本編終了したんですけども、まあ5分ぐらいインターバル挟んですぐ始まったんですが、で、稲葉さんがあのアコースティックギターを抱えながら上に上がってきて、何の曲をやるのかなと思ったら、これもあの EX でやってないんですね。あの命、この命。染みましたね。特に去年はですね、国柄情勢でいろいろあったじゃないですか。なので、まあこの曲を聴くとね、しんみり入るというか。で、終わって、新曲、バンタム。プロモーションビデオと同じようにね、こうステージをぐる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 回ってる稲葉さんがすごく印象的でした。で、次、チェイン。ナナ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 ナ
すごくもう会場中ももうみんな声を張り上げて歌ってたんで、すごくね見てて圧巻でした。まあ僕を含めバンドのメンバー稲葉さん、すべてのお客さんがね一つのこうねチェーンになれた感じがしましたね。うん、最後オーマイラブっていうね、このオーマイラブもね確か1番のサビ終わりまではピアノソロだけでやったのかな。で2番から、バンドが入ってくるなアレンジでしたね。で最後ののところがねエンボールの最後のオーマイラブみたいな感じで、どんどんテンポが速くなってもう会場中ではもう大合唱でしたね。で最後すごくもうオーマイラブであったかい気持ちになって最後終了でした。ちなみにあのオーマイラブが最後終わった時に稲葉さん思いっきり開脚ジャンプしてましたね。終わったのが、9時40分ぐらいだったんで、まあ2時間40分やってたんですね。今回22曲やってて、で、普通ビーズのライブって大体20曲だったんで、まあいつもよりか2曲多いっていうのと、まあ、特に今回ね、ビーズとかイナソロの場合って大体アンコールってやっても3曲じゃないですか。今回ね、4曲やったんでかなり大盤振る舞いだったような感じがしますね。うん。本当に昨日はね、すごく幸せな気分でね、ライブを見ることができました。本当に楽しかったです。この動画をね、まあ、稲葉さんが見てないとは思うんだけど、稲葉さん本当にありがとうございました。行かれた方々、で、今日ライブビューイングに行かれた方々も、ぜひね、ライブの感想なんかをね、コメントに残していただけるとありがたいです。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。さようなら。